池田はじめは日本の環境アーティスト。地球環境問題、特に水に関する問題と強く結びついたアートワークを世界的規模で展開しない外で高い評価を受けている。1943年大阪府水田市生まれ。1961年大阪府立茨城高等学校卒業。1965年京都大学工学部卒。池田はじめ。 五輪の浮島が漂着する日マイナ -2008 というインスタレーションとパフォーマンスを行い、日本人で初めてメインステージを担当。1995年、国連50周年記念アートカレンダーでは、クリストやイリアカバコフラと共に世界の12人のアーティストに選抜された。池田はじめ、国連50周年記念アートカレンダー2008年5月。 ニューヨークの国連本部で行われた環境セミナーでは、東、東南アジア、オゼアニア地域の代表として、世界の7人の一人として選抜され、環境アートプロジェクトからの提案を行う。2012年、東京都の要請で、上野公園シノバズ池全体を使った環境アートを実現。シノバズ池の設置作業には、年齢、職業、 国籍を超えた600人のボランティアが参加。1ヶ月間の展示に約100万人もが訪れたという報告もある。ミネソタ大学出版局が刊行したアースアートの臨時在6クスオブアースアートは1960年代から制作されたアースワークやランドアートの約60年間の自然とアートの歴史をまとめた本であるが、著者のアマンダ・ボツックスは リチャード・セラ、ロバート・スミッソン、ジェームス・スタリル、そして結論の章として池田はじめを取り上げている。そこでは、地球に倫理的に向き合うことの重要性を唱え、標準的なアートの歴史では、初期のランドアートやアースワークから大阪出身のアーティスト、池田はじめらの環境アートへのシフトについて言及するだろうと書いている。 水ピアノ P107、P171 パフォーマンス日本の現状、P237ISBN4 から92万4664から14から、ロックアートプロジェクト池田 1P18P19、P124P129ISBN、0から977万2053から1から、2巻、棚、週スキャホールディングビューイングアセンバリング、著者演奏。 発行、芸、術研究者、港に千獣武棚、香港地道文化適当大富豪 P108P109?ISBN9 から 789881959218ISBN978 から89から96万5千239から7から0。ありがとうございます。